夢ラジオ第3778回、今日は令和4年6月17日金曜日です。時刻は午前8時半、横浜港北、曇った朝、梅雨ですね。もう初夏と言っていいんでしょうか。紫外線が強い、そんな風景となりました。目が開けてらんないほどです。朝の8時半、リスナーの皆さんもそれぞれの場所で活動を始められたことでしょう。私は夢ラジオです。さて、3778回目、今回はなぜ参政党は男系男子継承を主張しないのか、こんなタイトルでお話しましょう。なぜ参政党は男系男子継承を主張しないのか。先日行われた国盛りと参政党の討論、それを受けて国盛りの水島社長が、参政党は反日だ、そこまで言わなくていいのに、というようなお話を昨日いたしました。けれど、昨日の放送でも申しましたが、やっぱ水島さんが言ってらっしゃることに理由はあるんですよ。やっぱり今愛子さまが天皇になるということは可能性がないし、考える必要もない、そういう話題なんです。ご立派に成長された愛子さまが、それこそ女性としての立場で日本の天皇になる、そういうお姿ふっと見てみたい、その気持ちあれど、それはない、考える必要もない、こうなんですね。で、参政党のこの公党への立場というのは、男系継承はやんなきゃいけないと、女系天皇はダメだと、これは参政党もそう主張してらして、女性宮家もダメだと、女系天皇につながるからね、女性宮家なんか作っちゃったら、が女性天皇はしょうがない場合はそれでもいいかなっていう、そういう参政党の立場なんですね。で、神谷さんがおっしゃってるのは、男系の宮家、男系の宮家を復活させる、ね、男系の宮家を復活させる、これについても私は賛成いたします。旧宮家の復活というのはやらなきゃいけないでしょう。が、急にその今まで民間でいらした人にね、そのもう一回宮家として復活してくださいと言っても、その宮家としての教育とか準備とか、それが大変で、すぐには無理だろうと。ですから、そういう準備ができるまでの間、愛子さまが女性天皇として即位され、その間天皇として日本を御覧になると、ね、そういうことはあっていいんじゃないか。神谷さんはこんな議論ですね。ただしですね、男系の宮家を復活させなきゃいけないっていうのは大いに結構なんですが、けどなんでその時に準備ができるまでは愛子さまで
という、なぜかというと今秋篠宮殿下という今上天皇の弟さんがいらっしゃって、そして息子さんで悠仁さま、ここに行くようにっていうふうにもう決まっちゃってるわけですよね。で、神さんが言うようなその男系の宮家の復活をするために、けれどそれにはやっぱり10年以上の準備もかかるだろうから、その間愛子さまが天皇としてというところは、その間秋篠宮殿下が、あるいは悠仁さまがという、そういう議論になっていかなきゃいけないんですよね。で、これは男系継承まんまだし、今もそういうふうに決まっているので、だからこのことについてはもう愛子さまが天皇になってということは、まあ、発言できないというか、そういうテーマなんですよ。だからね、女性天皇も男系ならいいじゃないかと、で愛子さまだというふうにおっしゃるとき、神谷さんが、それは言外にですね、秋篠宮の方に皇統を持っていくべきでないということをおっしゃってると響くんですよね。ここ参政党のお方に聞いてみたいところですよ。今も男系男子継承で金城天皇、そして秋篠宮殿下、そして悠仁様というこのラインがもう決まってるのに、なんで愛子さんは持ってくるんかなっていう、ここで男系だから女性天皇でもいいじゃないかということ、秋篠宮が次の皇統としてふさわしくないから、だから金城天皇のラインで行くんだ、こういうことかな。そして愛子さまが即位されたとして、そのままご結婚なさらずずっとという場合なら、そこで皇統を途絶えてしまいますね。で、そこで愛子さまがどなたかをお婿さんとして迎えて、そしてその結果男の子か女の子がお生まれになって、それでもしそのラインで即位したら、これは女系天皇ということになってきます。で、これがまずいから男系の宮家復活、神谷さんもこう言ってるわけですね。だったらまず秋の宮の方に継承させて、しかも例えば愛子さまが40歳、そして悠仁さまが5歳とか、これぐらいの年齢の開きがある場合、悠仁さまじゃ無理だから、だから愛子さまが10年か15年、これはあっていいよね、この議論なら。これは今までの日本の歴史でもあったことけど、ほとんど年齢が違わないので、もう悠仁さまと愛子さまはね、だからその意味においても愛子さまの女性天皇論っていうのはそもそも論じるべきでない、可能性がないという、こういうことです。なぜ参政党は男系男子継承を主張しないのか。で、これにもし今の段階で答えるとしたら、なんかやっぱ秋篠宮の方に皇統が移っていくっていうのを参政党として良しとしないから、こんな風に見えてくるんですね。で、これに対する答えは、私は参政党のどなたからも聞いたことがないんですよ。今いろいろ参政党のことを調べて、で注目に値する党なので、できるだけ客観的にプレゼンテーションしようと思っているのですが、この男系男子と
参政党が言わない理由、まあ、だからこそ水島さんが多少過激に反日だというふうに公党を断絶させようとするんだというふうにまあおっしゃるわけですよね。で水島さんのその物言いが妥当かどうかはともかくですね、やっぱ参政党のね、お方々はこの質問に対しては答えるべきだと思いますよ。なんで愛子様の可能性を論じるのか、なんで悠仁さま秋篠宮の方へ男系男子で継承がもうあるのにそちらの方へ話を持っていこうとしないのか。イメラジオ3778回目、今回は参政党そして公党についてお話しました。金曜日の朝です。